じゃあ、はい、今日は先生に、はい、インタビューをしてみたいと思います、はいはい。先生はこの催眠療法を始めたきっかけというものは何なんでしょうか。もともとは製薬会社で、はい、MR という仕事をしていて精神科を担当していたと、はい、で精神科で、はい、の方にそのお薬を納入してお薬の使い方であるとか、まあ、副作用の情報なんかを集める仕事をしてたんですけれども、はい、なかなかそのお薬だけの治療でこう完全に復活するっていうのをはなかなか難しいなというのを、まあ、目の当たりにして、根本的に薬っていうのは基本的にやはりその薬の成分によって症状をコントロールしているだけなので、はい、根本的なこう改善というのにはちょっと程遠い感じがあって、はい、なのでどうし根本的にこう治せる方法がないのかなというのを、まあ、いろいろ調べているうちにこの催眠療法というのを知って、はい、それを、まあ、最初はね私もその催眠療法というものに関しては懐疑的な見方をしてたんですけれども、はい、まあ、いろいろこう調べて、実際その療法がどういうものなのかというのを見てるうちにこう、あ、これはもしかしたらという感じがあって、勉強し始めたというのが、はい、まあ、きっかけですね、はい。先生は、どのようにしてその催眠療法というものを習得されたんですか。僕もこういうことをこういう催眠療法をやってる施設で基本的には勉強して、ただ1箇所ではなくて何箇所かやっぱりこう通わせていただいて、その中でこうそいいところ悪いところってやっぱりね、はい、あるので、そのいいところをこううまくミックスして、はい、自分なりのその手術の方法をこう作っていったというのが、まあ、今のやり方になります。はい、先生は今の施設を始めて、まあ、16年経っている、はい、いますが、今まで何人くらいの人を施術しましたか。まあ、16年で、まあ、おおよそですけれども、大体、はい、まあ、2万人ぐらいの方、はい、クライアントさんを施術していると思います。はい、そのうち何人くらいが改善されましたか。改善、はい、どのくらい改善したかというのはなかなかねその、はい、難しい部分はあるんですけれども、はい、まあ、およそ、はい、のお話でいくと、はい、まあ、7割ぐらいの人たちは改善、はい、もう根本的な改善をしているんじゃないかなというふうには思います。はいはい、であとの、まあ、3割ぐらいの方たちというのは、はい、実際途中でこう来なくなっちゃう人もいるわけなんですよね。はい、で、まあ、この催眠療法というのはその催眠療法をやって症状というのは基本早い段階でなくなっちゃうケースもあるんですけれども、はい、症状がなくなったから改善してるのかと言われると必ずしもそうではなくて、その潜在意識というところがしっかりと変化しないと、はい、根本的な改善に至ったという判断は本来はできないんですけれども、はい、受ける側とすると症状がなくなるともう治ってる良くなったという判断をして、まあね、そのやはり金銭的なお金もねもちろんかかりますから、症状がなくなればっていう形で来なくなっちゃう人もいるわけですよね。はい、なので、まあ、そういった形で、来なくなる方、あるいは何回か受けてこう改善してるっていう実感が湧かないとこれは治らないんじゃないかっていう判断で来なくなる人もいらっしゃいます。はいはい、それ合わせて大体3割ぐらいはそういう方がいらっしゃるのでね、はい、その中でもやはりその、まあ、実際は もっとねちゃんと続けていれば良くなっていく可能性は本来はあるんでしょうけれども、はい、そういう自己判断でねいらっしゃらなくなるというケースはやはり3割ぐらいはあるんじゃないかなというふうに思います。症状改善しやすい人の特徴っていうのはありますか。症状が改善しやすい人の特徴、はい、症状は、特にその症状が改善しやすいとかしにくいとかっていう特徴みたいなものは特にはない
ですね。はい、うん、催眠療法っていうのは、まあ、僕も最初はこう懐疑的な見方をしていて、いわばそのテレビでやってるような催眠術のようなイメージで、それで、治すのかということを考えてたわけなんですけれども、だからまあ初めていらっしゃる人はいくらね、その無料相談っていうのをうちではやってるんですけれども、それを聞いてもね、やっぱり実感としてわからないと、不安ややっぱりそういったものってあるはずなんですよね。だから最初から全面的に信頼してなければ効果がないんじゃないかとかっていうことはなくて、その信用するとかしないとか、ということはあまり関係なく、こう信じて頑張らなければよくならないのかと言われると必ずしもそうではないと思いますね。はい、じゃあこの仕事を始めて嬉しかった体験というものはありますか？嬉しかったのは、まあ、やっぱりそのケアを始めて、はい、クライアントさんがもう元気になってくれるというのがやっぱり一番嬉しいですよね。はい、じゃあこの仕事を始めて悲しかった体験というものはありますか？やっぱり悲しい体験というのはやっぱり、はい、ありますね。はい、やはりこうここに通っていただいている中で、やはり力及ばずこう途中でね、本当にこう自らこう死を選んでしまうという方も年にやはりこう何人かはいたりするものなので、まあ本当にね、そういったことがあるとやっぱりね、すごく残念というか、悲しい気持ちにはなりますよね。今までで難しかった施術というものはありますか？難しい施術という感覚ではなくて、はい、なかなかやはりその効果というものが早く出てこない場合というのは、やはりクライアントさんも不安になるでしょうし、はい、早くねこちらの方もそういう、改善してるなという実感を感じさせてあげたいんですけれども、なかなかやはりそういう、感覚というのは個人差が非常に大きいので、何回やれば必ずこうなるっていうふうにはこう言えないものがあるのでね、そこら辺がやっぱりまあ難しいといえばね、はい、なかなかこう一律にはいかないっていうのは難しいとは思いますよね。はい、はい、先生にとってこう珍しかった施術というものはありますか？珍しい施術、はい、珍しい症状、はい、珍しい症状というのはそうですね、いろいろあるんですけれども、はい、体の中にこう虫がいる、はいずり回ってるというような感覚になるという方がいらっしゃったりですとか、あるいはこうどこも悪くないのに、例えばその股関節に激痛が走って歩けなくなってしまったりだとか、はい、という実際はね、その整形外科なんかでその検査をしてみても特にその悪いところはないんだけれども、そういう症状だけ出てその歩けなくなってしまうというようなことが起きたりだとか、はい、あるいはまあ本当に変わっているのはその、こう地球がこう自転して回っているのが怖いだとか、そういう感覚 が、はい、が怖くて外に出れなくなるとか、はい、という人も中にはやっぱりいらっしゃるのでね、はい、まあいろいろな方がやっぱりいらっしゃいますよね。はい、はいはい、